りの姉たちにいじめられながらも明るくけなげに生きるシンデレラ。善の妖精が魔法を使い、シンデレラを華やかに変身させ、お城の舞踏会に送り出します。王子とシンデレラは恋に落ち、やがて二人は幸せに結ばれるという物語です。今回の課題は、シンデレラ第1幕からバリエーションを取り上げます。小道具を使うのっていうのはダンサーにとってすごく緊張するんですよ。やはり何があるかわからないですし、ちょっとしたミスで例えばあのスカーフをこうがほどけてしまったり、踊ってる最中にほどけてしまったりしたらもう台無しだったりとか、ちょっとしたことでまあそれでその舞台がもう台無しになるということではないですけれどもね。でも気持ち的にやはりそちらに意識がいってしまうのが嫌なんですよね。もう本当にシンデレラに集中したいのに、あ、ここ取れちゃったとか、あっていうのが嫌なので、もう下準備はもうしっかりしますね。最初のところもうちょっと自然な感じにね、なんかこうなんだろうな、なんかがっかりしたりとかってもっとこう肩が落ちてていいと思う。今ちょっとバレエっぽいからあの目線は下がってこうなってるけど、もっと全体的にもっとこういう感じで。こう猫背に丸くなるんじゃなくて、もうこう、ああ行っちゃったで歩くのも自然な感じで、はあ、こんなドレスだしってこういうふうに持っちゃってこう、もうそ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 う、自分で本当にこう見て、はあ、こんな格好じゃいけないわって、今ちょっとこういう風になってるからね。だから見てがっくりするところを見せて考えながらね、で、あ、私のドレスこんなだしで、自分の中で考えてることをお客さんに見せてほしいから、こうあって言ってすぐもう行かないで、終わってこのドレスを見終わったら一呼吸置いて、そのもういつもあれで掃除してるのよ。だからもう本当に自分のこうなん分身みたいになってるのだから、はーっていう感じで取りに行く。ただこうこういう感じで取りに行くのではなくて、はー、こんなドレスだし、あーもう助けてみたいな、走る時もなんかこうとか、こういう走り方はなしで、自然に。そう、自然に自然に、そう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 、はい。このね、さ、あの大き持った後のここちょっと時間を取った方がいいかもしれないね。もうちょっとこう立って、あー行っちゃったっていうのを見せてから、いやーたたたた、今のだとちょっと歩いてきてすぐ次のステップに入っちゃう。ちょっと一呼吸置いてお客さんに何を考えてるか見せてから動くで、たたたた
で次でもすごく良かったけれども、ここもやっぱりこうはぁあこれみたいな感じでこうなんか思いついたのをお客さんに見せてくれ、ポーズ、シャープに思い出し笑い、遅れちゃうね、怒るちゃう、もうちょ、あ、はい、ストップ、ストップ、もうちょっとお辞儀と、うん、これね、ちょっと時間かかっちゃうのよね、結ぶのに、こっちね、多分ね、上から行った方がいいと思う、これで、これそう、小道具ね、バレエの時すごくあのいろんなバレエであるけれども、どう置くとか、どの角度とか本当にちゃんと自分でチェックしておかないと、これ上から行くでしょ、で、まあこれちょっと長いのよね、でもここでもうグッと行く、取れないように、だから置くところがちょっと、置くところからも気をつけないとダメなのね、この多分この柄の部分で置く、で、見て、そこ遅れないように、でもそうなの、これがね時間かかっちゃうから、でも手際よく、音楽は変わらないから、音楽待っててくれないから、もうこういう小道具は本当に何回も練習して音楽とぴったり合うように、